今学生の間で流行ってるゲーム知ってるか？裁判ゲームが本件の犯人に指名する。実際の裁判でも同じですよね。悲劇に変わる。お願い、私を弁護して。一人は弁護士になり、一人は容疑者になり、一人は死者になった。彼女は本当に罪を犯したのか。ゲームのプレイヤーはあなたなの。目には目を、歯には歯を。君を助けるのは知識だ。君はきっとやり直せるから。あの子は私の子供じゃない。なんで殺人未遂の犯人がいるんだよ。休廷します。裁判長、吐いたらあげろ。101号法廷むちゃくちゃなんですよ。裁判長、面白いものをお見せします。法廷遊戯。